はい、皆さんこんにちは、竹千代です。今日も手帳タイムをしていきたいと思います。今日はですね、何をやりたいかっていうと、デイトゥーラブリフィル、これね、メモリストとコラボさせてもらったデイトゥーラブリフィル、今ミニ録で、Amazon でね発売してるんですけれども、質問でね、なんかもし英語のねデイトゥーラブリフィルが出るとしたら、どういう項目をね付け足したいですかっていうご質問をいただきました。私もね今英語にハマってるじゃないですか。なんでぶっちゃけね、英語のねデイトゥーラブリフィル本気で欲しいんですよなので、もしね自分だったらどういう風にするかなっていうのをちょっとね今ね考えていきたいなと思います。まずこのデイトゥーラブリフィルをまずここに貼ってしまうかな。貼って、それから付け足したい項目をねちょっとここにねちょろちょろって書いていきたいなと思います。でね、こちらのねリフィルなんですけど、ミニ録でしょ、ミニ録なので、これねかなり項目厳選したんですよ。もともともっとね項目たくさんね、こういうのがあったらいいなみたいなものを上げてたんですけれども、やっぱミニ録ってさ、そのスペースが限られてるから、デザインもねこうやんなきゃいけないし、さださらこう列挙して書くだけだったらさ、ちょっと面白みがないじゃないですか、リフィル的に。なんで、こうやってねすごい可愛いね、毎日書きたくなるようなデザインにしてもらったんですけれども、やっぱりそれであぶれたね項目とかもあるので、あーテープのりなくなったよ。まあこれだけ止めてあれば大丈夫か。なんであぶれた項目とかもあるので、ちょっとそれをね考えつつ、今日は書いていきたいなと思う。久しぶりにこういうのやったわ、テープの止め方で。なんかこういうのあったよね、小学生の時やたらやってた気がする。ちょっと端っこの方に貼っといて、で、あとでね、ここに穴パン、あ、今穴パンしちゃうか。ここに貼って。一応、まあ、デイトゥーラブリフィルのね、項目をまずおさらいしましょうか。一応、こちらなんですけれども、例えばなんか時間がない人とかでも、今日一日を振り返れるリフィルということで、まあ、自分をね、自己肯定感をちょっと上げようっていうね、リフィルコンセプトになっておりまして、ね、書くことも、この日付、あと起床時間ね、ウェイクアップの時間と、今日やれたこと、あと何の夢を見たかとか、まあ夢とかさ、まあ見ても見なくてもどっちでもいいんで、イエスとかノーとか、これ、ね、2項目選べるようになっております。で、たとえね、夢見てないよっていう人、見てないよっていうか覚えてないよっていう人でも、こっちがさ、例えば寝てるとき、睡眠中のさ、なんかちゃんと入眠できたかどうかとかさ、寝る前に何をやったとか、そういうの書いてもいいし、なんでこういうスペースがね、ちょっと大きめになっております。で、食べ物ね、What's in 8なんですけれども、朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんに加えて、おやつの項目もあります。で、それに対する満腹度ですね。これはさ、なんかまあ、人によってさ、どのぐらいの程度食べたら満足か、満腹かっていうの結構変わってくるじゃん。なんで、そういうなんか可視化してね、満腹なのか普通なのか、それともなんかもう、体力がなさすぎてガリガリなのか、そういうのをね、ちょっと可視化できるように、このマークもね、ついております。あと、体調コンディションね。こちらと、あと水分、ウォーター、1カップ 100ml になってて、これは今2リットルですね。2リットル、チェックできるようになっております。で、ファッション、今日のファッションでしょ。あとは今日のトピック。今日のトピック、トピックオブザデイから、あとマイエモーション、喜怒哀楽。どういう風な感情を持ったかっていうことも書けるようになってて、あと今日の発見、ディスカバリーオブザデイっていうのもあって、あと感謝ね、今日はありがたいなって思ったことを書くと。まあ、この感謝については全然難しいこと考える必要なくって、全然、もう梅雨明けしてなんか天気が気持ちよかったなとか、そういうね、ことでも良いです。で、あと今日の曲ね、ソングオブザデイと。あとはメモ欄ですね。でこのメモ欄も普通に自由に活用していただいて全然構わなくって、ちょうどね、マスキングテープがここ貼れるようになってるんで、書くことないよって人はマスキングテープをこうやってピューってね、貼ってあげてもいいんじゃないのかなと思います。で、まず英語サイズでね、
これをもし作るとしたらっていうことなんですけれども、まず全体的にね、この項目一つ一つの項目はでかくしたいですね。あのミニ6だからね、やっぱりぎゅうぎゅうに詰めなきゃいけないでしょ。なんで結構ね、これねギチギチにね書くような感じになるんですよ。ただまあギチギチに書けることによって、なんだろう、その例えば一言とか二言とか、そういうねもう 1,2 行とかのことでも書くことによって、結構このリフィルね埋まった感がすっごい感じられるんですね。まあ字が小さい人とかはそれなりに埋めていただかないとぎゅうぎゅう感っていうのは出ないんですけれども、普通のね文字で書くとなると、万年筆とかで書くとなると、結構普通に書いただけでね、結構のぎゅうぎゅう感が出ます。で、紙の厚さなんですけれども、紙の厚さも一応万年筆のインクで書いた時に裏写りとか裏抜けがしないような、ちょっと分厚めのね紙を採用しております。というのも、私が万年筆ユーザーなので、どうしてもね、その書く時にさ、裏抜けとか裏写りするとさ、裏書けなくないですか？裏書けないっていうか、例えばなんていうの、ここにさ、ここにバーって万年筆で書いたとして、こっちのさ、次の日ね、翌日のこの面にさ、裏写りとか裏抜けしてると、なんか書くのげんなりみたいな感じになる人いませんか？私はね、そのせいもあって、基本的に裏使わないんですよ、リフィルのね。裏使わない人なので、そういう人たちでも裏表ちゃんと使えるような厚さにしたいっていうことで、ちょっと厚めの紙になっております。結構ね、丈夫な紙ですね。なんで、保管とかにも適してる紙です。こんぐらいの張りと腰のある紙になっております。だからといって、すごい硬すぎるわけではないので、なんだろう。一番扱いやすいギリギリのね、この紙厚だと思います。これ以上厚くなると結構ね、あの、リフィルかさばってきついかもしれないけど。なんで、まずはその一つ一つの項目を大きくしたいっていうのもあるし、あとは、ちょっとね、ちょろちょろってこっちに書いていきますけれども、まあ、ゴールドインチはね、ゴールドインチそのままの方がいいですね。その方がテンション上がるし、こちらね、ゴールド印刷になってるので、何にも手を加えなくてもね、文字書くだけで可愛くなるんですよ、基本。まあ、もし、ちょっと手を加えたいなっていう人は、こういうね、マーカーとかで、ちょっとビューってね、塗りつぶしてあげたりとかすると、何？派手にというか、カラフルになって可愛いんじゃないのかなと思います。一応買うとね、この間も説明したんですけれども、こういう風に私が書いた見本とかもね、ついてくるので、まあこういうの参考にね、いろいろ書いてみてください。ちょ、こうやって余白もあるでしょ？余白にもメモ書けるように、こうやってね、いろいろなんかツッコミとか書けるように余白こうやって残してあるので、そちらもね、合わせてよろしくお願いします。んー、どっこいっしょと。じゃあまずね、何をやるか、何を項目足したいかってあれですね。まずは、こっちのね、日付のところで、日付のところはね、曜日もね、書けるようにしたいですね。日付のところに関しては、例えば、まあ、2022年の6月28みたいな感じで、6月28、今日何曜日？今日何曜日？火曜日か。火曜日みたいな感じで曜日書けるようにすると、曜日まで書けるようにしたいよと。ちょっと待って、ちょっとズームにして固定してよいしょ、曜日まで書けるようにする。まあ、曜日まで書けるようにするか、もしくはさ、マンデー、なんとかで、ウエンズで、なんとかで、みたいな感じで。こうやって書いておいて、それにさ、丸するとか、あと色塗るとかね。そういう感じにしても面白いんじゃないのかなと思います。こうやってぐじゅぐじゅぐじゅって色塗ったりとか、そういう風にしてもいいんじゃないのかな。これね、普通になんか海外の方とかでも使えるように、その英語表記とかもあるので、ぜひね、海外のお友達がいたらね、プレゼントしてあげてください。そうなんだよ。海外の方でもわかりやすいように、ちゃんとね、この体調の後にコンディションとかね、今日やれたことコンプリートとかね、そういうのが書いてあるので、曜日書けるようにする。あと、起床時間と、あと、就寝時間ね。起床時間と、
で、就寝時間っていうのは、今日とか、今日寝る時間っていうよりか、昨日寝た時間ね。起床時間と就寝の時間ね。が欲しいかな、就寝時間。昨日で就寝っていうのは今日じゃなくて昨日寝た時間ね。昨日寝た時間。まあこういうの大体でいいけどね。まあ寝た時間で、超詳しく言うと、ベッドに入った時間と、あと本当にガチで寝た時間ね。結構それもさ差があったりするんじゃん。私もね、昨日ベッドに入ったのはね、もう8時半には入ってたんですよ。8時半には入ってたんですけれども、実際寝たの9時半だから、そういうね、ラグがあるので、例えばベッドが20時半寝たのは21時半みたいな感じでかけると、体調管理とかね、そういうのもしやすいのかなと思います。で、起床時間、起床時間でしょ。で、今日やれたこと、まあ、今日やれたことの項目もね、今日やれたことの項目も、トゥードゥーリストみたいな感じにね、したいですね。まず、トゥードゥーリストで、今日やりたいことを、こう、パパパパパパって書いて、で、それに対しての、コンプリート、今日やれたこと。今日やれたことで、チェックボックスありきのやれたことでこうやってあるといいのかな。それ以外にもさ、トゥードゥーリスト、朝さ、トゥードゥーリストで書いたこと以外にもさ、結構さ、みんなさ、いろんなことやってるじゃないですか。もう例えばさ、布団のカバー変えたとか、タンスの中整理したとか、トゥードゥーリストに書かなかったけれども、今日やったこととか絶対あると思うんで、それを書けるね、メモ的なスペースですね。まあ、今日やれたことって書いてなくても、メモみたいなスペースで隣にあると楽なのか、隣かその上下か知らんけど、こういう風にあるとすごい書きやすいのかなと思います。まあ、昨日の夢はそのまま採用したいですね。昨日の夢プラスで、ああ、どうなの？あ、このまま、これはこのままで全然いいかな。あと、食べたものもね、これすごい使いやすいので、おやつまでね、あるのはね、めちゃくちゃやりやすいので、これはもうほんとそのままでいいです。だから、もうほんと項目をそのままでかくするだけですね。結構こちらはね、食べる量が多いというか、食べる量っていうか、食べる項目ね、一日さ、何食食べましょうとかさ、何種類食べましょうとかいろいろあるじゃん、そういうのって。そういうのを律儀に守ってる人とかはこれ書くときはね、結構ね、狭くなっちゃうと思うので、もうちょっと項目をねでかくしたいですね。あとは、まあ、体調面に関してもね、体調面に関してもリフィルね、これ体調の面に関してももうちょっと項目をね上げたいですね。私がね最初なんか多分ね、アイディアを送った時は、その体調という項目の中で、なんか頭痛とかなんか腹痛とかなんかいろいろね、項目があって薬の有無みたいな感じであったような気がしたんですけれども、ただね、それって結構デメリットとかもあって、例えばさ、体調でさ、まあ、頭痛とか腹痛とか書いて、頭痛、腹痛とか、とかさ、こうやってさ、なんかある程度ね、人が日常陥りそうなこの症状みたいなのをさ、羅列しといて、列挙しといて、自分でこうやって丸つけるっていうさ、やつとかもあるじゃないですか。ただね、そういうのってさ、人によってはさ、その字を見るだけでさ、なんか、あ、なんか頭痛くなってきたかもとか、あ、お腹痛くなってきたかもって、字を見るだけでそうなっちゃう人もいるわけよ。なんで、体調とかっていう項目はね、結構ね、難しくってですね、私の場合、その項目がいろいろ上げてあるんじゃん。腰痛とかなんかさ、そういう薬の有無とか、そういうのを見るだけで、あ、なんか最近頭痛来たらそろそろ来るかな、みたいな、そういうね、変なこと考えちゃったりとかするんで、これはね、私今もやっぱ改めて思ったけど、体調はこの体調っていうまんまで、項目自体をすごいちょっと大きくするだけで全然いいのかなって思いました。まあそういうさ、細かいこと書きたい人は、そのメモ欄の中でこう書くと。多分そのまま印字してやるとね、結構その文字面に引っ張られちゃう人とかも絶対いるので、なんでこれはもうそのまま大きくねしていただけたらいいのかなと思います。なんで最初のさ、アイディアみたいな感じでさ、薬飲むとかまで、そういう風まで入れなくてよかったなって思います。
あと水分ね、水分もこれはそう、ま、水分こそこのぐらいの大きさで全然いいですね。いつもこのね、水分に関しては別にね、色とかね、そんな水色限定じゃなくたっていいんですよ。こういう風にマーカーで使ってもいいし、でね、このゴールドインチのこのさ、印刷の部分ってこのマーカーの色味とか結構弾いてくれるので、ちょっとね、はみ出たとしても全然問題なくね、やることができます。そこまでね、はみ出ないようにって思わなくても、結構こうインク弾くから全然ね、ちょっとね出ても大丈夫です。で、水分このままでいいでしょ。あとファッションもね、これはこのまま必要ですね。っていうのもさ、その私服でさ出社とかしてる人、あともしくは登校してる人とか、そういう人とかさ、やっぱり1週間のコーディネート被りたくないよとかさ、昨日一昨日何で行ったっけとか、そういうね振り返ったりとか、あと個人的にさ、マンスリーにさ着たものとかをメモってる人とかもいるじゃないですか。なんでそういう人たちにも分かりやすいように、こうマネキンがねついて、このファッションがついてると。で、このねマネキンもね、最初すごい悩んだんですよ。そのマネキンのこのさ、下半身どこまで描くかとか、あとどういう風に服を描くとして、やっぱ絵が得意じゃない人とかもたくさんいるわけで、そういう人たちが描けるようにどうやってやればいいかなっていうことで、このマネキンの長さとかもすごい調整があったんですよ。で、これはね、一応まあ T シャツ今から描くけど、もう普通にね、描き方としてはここに襟描くでしょ。で、ここにも最初からね、これに沿って四角を描いちゃうと。で、こう肩を落とすと。こういうさ、イラストとかはさ、別にね、ちょっとで緩いぐらいがちょうどいいです。そんなガチめに描きたい人はガチめに描いてもいいんだけれども、絵があんまり得意じゃないよっていう人は、こういう感じ、ゆるっとしたね、シルエットで全然構いません。で、ここに中心の棒があるので、こんな感じでね、まず最初にね、ズボンの場合、両脇を描いちゃいます。で、真ん中にこうやって線を置きます。こうやってピッて描くでしょ。で、それにこうやってね、台形になるように、こうやって足を下ろしておけばズボンになるので、靴入らなくなったけれども、こういう風にね、描けばズボンになります。スカートの場合は、そのままそうやって下ろして、ピッてやればいいだけなので、結構ね、このね、中心のね、このマネキンのね、マネキン支えてる中心の線あるでしょ。これがね、あるのとないのとではね、全然描きやすさが違うんですよ、イラストの。なんで今言ったことを参考に描いていただけると、すぐねパパパパパって描けるんじゃないのかなと思います。まあ襟のある服だったら、こうやって V って描いて、こうやってね、ギザギザってね描くとね、そうやってなるので、それもね、描き方もね、もしこういうの描くときに竹城さんだったらどういう風に描いてますかとか、そういうイラスト的な質問とかもね、あればね、ぜひぜひコメント欄で残してください。私なりにこうやって描いてますみたいなね、やり方をちょっと説明したいなと思っております。で、ファッションの項目はここら辺とかはね、例えば、今日のさ、コーディネートとか別に制服でさ、あんまり書くことないよとかいう人は、例えば雑誌見ててさ、欲しい服とかさ、そういうのっていろいろ出てくるじゃん。なんで、欲しい服イラストで書いてからの、ここら辺にさ、切り抜き貼ってもいいし、細かくね、どこどこの何々みたいな感じで書いても面白いんじゃないのかなと思います。で、今日のトピックもそのまま残しておきたいね。ただ、今日のトピックと、あとは何が欲しいかっていうと、今日の学びとか、今日学んだことね。今日の学び。まあ、これもさ、人によりきりだよね。なんか例えばさ、毎日毎日さ、なんかいろんな情報にさらされてる人とかはさ、なんかそういうね、今日の学びって、つらさらさらって書けると思うんですよ。本読む人とかね、書けると思うんだけれども、多分ね、これ書ける人と書けない人にちょっと分かれるかもしれないから、これはね、ちょっと三角項目かな。あとは、今日やったことで、なんか楽しかったことね。まあ、今日のトピックと同じような感じですね。今日の楽しかったことね。今日楽しかったこと。それをさ、改めて、なんだろう、書くことによってさ、やっぱその時、その瞬間に楽しいってなって、また夜とかね、その楽しかったことを振り返って書くとさ、その楽しいを二度味わえることになるじゃないですか。なんでそれが大事なんですよ。二度幸福を味わうっていうね。なんで改めて今日の楽しかったことを書くと。あとは、例えばこのさ、マイエモーション、これ書くじゃん。その下にさ、ちょっとしたメモ欄が欲しいですね。マイエモーションの下に、エモーションの下にスペースね、メモ欄。
ちょっとね、2、3行書けるようなメモ欄が欲しいです。というのも、例えば、喜びだったら、じゃあ何が嬉しかったのかとか、怒りだったら、じゃあ何に怒ったのかとか、あとまあ、怒りとかその悲しみの感情は特になんですけど、マイナスのその感情に対してはさ、やっぱりしっかりね、その対策を書くとか、あと、こういうふうに考えられたんじゃないのかなっていうね、ことを振り返るのがすごい大事なので、まあ、悲しいことって、まあ、ただただ悲しいだけかもしれないけど、例えば怒ったことってさ、結構さ、自分がなんか相手に対して期待してたりとかさ、なんか大体ね、人に怒りを覚える時ってのは、相手が自分が思った通りの行動をしなかった、言動をしなかった時に、裏切られた、怒りみたいな感じで、怒りセンサーがね、プチってなるんですよ。あとは自分のさ、余裕がない時、例えば、その、すっごいもう忙しくて、めちゃくちゃもう今までさえ手一杯なのに何々を頼まれたとか、なんかそういう時に、みたいな感じでわーって怒ったりとか、こっちのこともなんかちゃんと状況を見てくれよ、みたいな。な感じで、そのまま相手に対する期待からの裏切りですよね。なのでもうこんだけなんか抱えてるんだから相手は自分に頼み事しないだろうみたいなね、そういう風に思ってて、それを相手がそれを覆してきたと、そういう風に感じて怒りを感じるっていう、そういうね、まあプロセスみたいなのがあるんですけれども、そういう風な怒りとかに関してはやっぱり、じゃあ例えばその時どういう対処をすればよかったのかっていうことで、今みたいになんかすごい自分が案件めちゃくちゃあの抱えてるのに、なんか頼まれたと、そういう時はさ、もうその時はあ、じゃあ分かりましたみたいな感じで返事しちゃったけれども、じゃあこれってなんかいついつまでの納期でちょっとこれ抱えてるから優先順位この ABC の C でいいですかみたいな感じで、相手にちゃんとあらかじめ提案しておくとか、いろいろ対策はあるわけじゃないですか。なんでそういうふうになんかの感情に対しての対策とか、じゃあこういう方面からもしかしたら見えたんじゃないのかなとか、まあ挨拶して無視された、無視されたって感じだけど、けど相手に本当に聞こえてたのかなとか、じゃあもしかしたら相手の人ももしなんかすごい悩みとかね、変な気持ちになってて、なんかそういう余裕がなかったんじゃないかと、いろいろね、考えられることはいっぱいあるでしょ。そういう風な考えるためのそのスペースみたいなのがこれにあったらいいかなと思いました。で、あとはね、あとね、これね、今日の曲ね、1曲だけあるんですけれども、本当はね、今日の3曲ぐらい欲しかったかな。3曲ね、結構さ、そのメインでテーマ曲ある人ってたくさんいると思うんですけれども、結構さ、1日こう音楽聴いてる人とかさ、3曲ぐらいあげたくないですか。なんで3曲ぐらい 1,2,3 みたいな感じであげて、かつどういう気持ちになったとかなったかっていうね、メモスペースもあるといいかなって思いました。あと感謝のね、項目はね、もうちょっとね、広めに取っちゃってもいいかな。これもさ、なんか書いてるとさ、まあ、単純なね、こととかはさ、すごい一言で書けるから、ここのスペースに埋まるんですけれども、例えば、誰々さんが、なんか自分の代わり何々してくれたとか、そういうさ、相手ありきのこととかってさ、結構このスペースに書くってなると、かなり細かい字でギチギチに書かなきゃいけないんですよ。なんで、もうちょっとね、項目をね、大きくしたいかなと思いました。あとはなんだろうなぁ。まあ、今日の言葉とかもあってもいいかもね。今日出会った言葉、今日出会った言葉とか、まあそういうのって別になんかその普通にね、生きてる実際のさ、人が喋ったとこじゃなくても、本読んでてこの言葉が印象的だったとか、そういうのでもいいので、そういう風にさ、今日の言葉、今日のいい言葉ね、今日出会ったいい言葉を書くスペースがあるとさ、1ヶ月間こう書き終わった時にさ、そのいい言葉が絶対この見開きのうちの一つにこうパッてある風になるじゃないですか。だからそういう風に図鑑みたいにさしてさ、今日のいい言葉集めができるっていうのも、それも楽しいんじゃないのかなと思いました。まあいろいろね、こう日付とかね、就寝時間とかトゥードリストの欄とかね、いろいろ上げてきたんですけれども、今言った通りちょっと英語サイズにもしね、できるとしたら、やりたいことはまあ以上ですね。うん、大体そのぐらいかな。なんで、まあ、今ねこうやってトゥードゥーアップデートラブリフィルを基本にして今項目を考えていったんですけれども、ぶっちゃけさ、こういうのって自分でね、フリーでデザイン考えてやってもいいわけですよ。それこそ英語サイズなんてさ、フォーマットとかすごい作りやすいし、自分でね、フォーマット考えて印刷してっていうね、自作リフィルが作りやすいんで、なんで今言った項目を参考にね、皆さんも
デイトゥーラブリフィル風にね、いろいろ書いてみたりしてもいいんじゃないのかなと思いました。ということで今日はですね、デイトゥーラブリフィル、もし英語が発売したらこういう項目を足したいよーっていうことを妄想するという回でございました。まあ皆さんもね、もしこういうね項目があったらすごい最高だなと思ったとか、そういうのあったらコメント欄にぜひぜひお願いします。もしかしたらね、ワンチャンね、この皆さんのね、この願いが通じれば英語サイズがもしかしたらっていうこともねあるかもしれないのでなんでよろしくお願いいたします。ということで今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。バイチャー。